ではですね、携帯の方に送らせていただきました。もし分からない方ありましたらですね、紙は少しありますが、紙でもらいたいという方は本堂の入っていただきますとありますのでもらってください。それ以外の方はですね、近所の方とちょっとこう、携帯等を見ながらまして話を聞いてください。毎年少しお話をしているところが少し変化あるところだけ説明しますので、よく聞いておいてください。1月のですね、15日、皆さん、小正月でございますよね。この小正月ですね、今年役が当たってるんだという方ですね、ましては1月の1日からもう一つうまいこと言ってないですという方がもうすでにいらっしゃるようになりましたら、この1月の15日ですね、もう一度お正月のですね、お餅飾ったり、お仏壇にですね、そういったお餅を飾ってですね、今年1年、新年明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたしますということを、1日の初詣でございますが、そういったことをもう一度同じようにしたされますとしっかりと役を落とせますよということを言われていますので、ぜひ覚えておいてください。大事なのは16日、1月の16日ですね、藪入りでございます。これね、皆さん、子供さんがいらっしゃるんやったら子供を連れて先祖供養に行く、特に子供ができなくてっていう方ね、早く赤ちゃん欲しいんです、赤ちゃんが生まれてないんですとか、うちの子供たちですね、娘たちにも早く子供が授かればっていうことなんかは、特にこの16日ですね、お酒供養、ご本尊様ですね、ごめんなさい、ご先祖様にですね、お墓参り行かれていただきましてですね、しっかりと墓参りをするというのがこの1月の16日でございますので、ぜひ皆さん覚えておいていただければと思います。特に男性、男の子がいらっしゃるお家ですね、よし、一緒にお父さんお母さんと墓参り行こうということですね、言うのもよし、もし、いやいや、それもなかなかちょっと機会が遠方にいるから子供行けないんですとかね、なかなかそういったことのコミュニケーションが取れてないんだっていう時なんかはですね、お墓にお餅であったりお酒備えていただきましてですね、その小餅、コッペンで結構です、少しのかけらで結構ですから、子供の味噌汁に入れたりですね、おかずに入れてですね、お先祖様にお供えしたものの16日の藪入りのものを子供に壊しますと、必ずお父さん敬意生じますね、お父さんお母さんたちをちゃんと敬う子、家族を大事にする子供に育ちますよっていうのがこの16日でございますので、ぜひ覚えておいてください。それから大事なこと言います。1月の20日、大寒でございます。大寒、皆さん毎年ですね、大寒の日に水を汲んでいただきまして、それに水引きをかけてですね、お家の台所の下ですね、軒非常所の下、ましてはですね、台所見えるところでも結構です。もし一升瓶等なければペットボトルで結構でございますのでですね、大寒の水をしっかりと汲んでいただきまして、家に置いておきますと、必ず家、火災起こらないね、火事起こらず。火事起こらずってどういうことですか、末死証明しないで、大切なものがなくならないということですね。まあ、この凶日火事というのはなかなか少なくはなったと思いますが、しかし不審火等で1年間の間で危ないでございます。でもその並行してイコールですね、家に大切にしているものはなくならないね、それは命なのか家族なのかお金なのかいろいろだと思いますね。そのご家族にとってできれば大切なものは長く長く続いてほしいという験担ぎのために、この20日の日の大寒の水、一番冷たい時の水というものをしっかりと、汲んでいただきまして供上ください。うちも本尊さんのところですね、一升瓶の透明のきれいな一升瓶のお水が、それ去年の大寒の水ですね、去年の、大寒の水をお供えさせていただきますが、この20日の日に全部入れ替えるということですね。じゃあその水どうしたらいいんですか、土に返してあげてください、よろしいですか。お家に植木があったりとかですね、土にあるんでしたらその土に返していただきまして、今度新しい水を汲む、水道の水汲むんですが違いますよ、自然水でございます。皆さん井戸があったりとかですね、まあ、うちは龍神様がございますから私は龍神様を汲んでおりますが、皆様のお家に井戸があったり、近所のおばあちゃんの家に井戸があるんですとか、実家に帰れば井戸がある、ましてはですね、近所にですね、ちょっと100円入れたらドーッと20リッターぐらいいい水が出てくるんですよというところがあるんですという汲み水ですね、汲み水、そういったところがあるときはその大寒の水で入れていただければと思いますので、1年にとって一番冷たい水が出ると言われていますね。新潟なんか行きますと、この時のお水を使って一生1年間のお酒を作ると言われておりますね。一番清まっている水でございます。その水を家に置きましょうということでございます。でここには書いてございませんが、1月の21日に大寒の水かぶり3年ぶり復活させていただきます。なんと申し込みがたった5人、全然やる気ない、みんな全然やる気ないや、私1日から置いててこれすぐ埋まるでよと、全然5人。ですね、今回スタイルを変えております。いつもやったらですね、9時に集まっていただきまして、みんなで着替えてそりゃで女の人と男の人と別れてやってたんですが、今回は来た人からかぶります、よろしいですか。ですから家族で来ましたって言ったらもう家族でかぶって、はい帰れっていうのもやね、いいですか。まあ別に個人的にお家でお風呂でかぶる方もいらっしゃれば結構ですが、ここで大寒の水で6本少女歌いながら三下三下6本少女でガッサー水が飲みます。1月20日ね、面白いのがいつも8割女の人2割男の人、なんでこれね、男の人頑張って申し込んでください。大寒の水かぶり用意させていただきます。いい日はですね、難しい、まあ、着物等もこっちもございますが、もしそれがややこしいというのであればですね、水着、海水パンツ下に履いてきてもらいまして、上白い T シャツだけ1枚着ていただきまして、ドーンとかぶっていただいても結構です。もう誰も会わないような状態ですね、大きな大きなおけでやらせていただきますので、興味ある方、
子供だけ行けとか嫁さん行けとかね、旦那行け、そういう方が登場されたら1月の21日9時からでございます。もしよかったら大観の水かぶりに申し込んでください。それと20日ですよ、ごめんなさい、話戻ります。20日、これ大事なことですね。大観卵というのがございます。いいですか、これ皆さん縁起物でございます。大観の日の朝に生まれた卵ですね。これがスーパーで売ってるのか、卵屋さん、卵専門店で売ってらっしゃるのかはちょっと私はよくわかりません。多分夕方ぐらいに行きますとスーパーで言っても今年、ごめんなさい、今日の朝に生まれた大観の卵です。これ実はですね、金の卵と言われてますね。金の卵、一番寒い日に鶏さんが一生懸命コケコッコって言いながらカンと産んだ卵は実は金の卵。どういうことですかって、金運を上げる卵ですね。金運を上げる卵、特に鳥年の日なんかはそれをこぞって食べようねっていうことを一緒に言われてますが、もしよかったら縁起物でございます。先も言いました、縁起は担がないとやってこない。何にもない平坦のところに何で大根ならへんなるわけがない、種まいてないからでしょ。種というのは何ですかって、吉兆です、縁起です。縁起を授かって初めて、うわ乗ってきた私らっていう形になるわけですから、その大観というものをご家族で楽しんでいただきまして、子供たちにこれ食べ、卵や金の卵やぞってね、嫁さんに絶対買いに行ってきてくれよ。特にです、ここに書いてあります、午後5時半から午後の7時15分の間にお家の神棚にその金の卵を備える。よろしいですか、5分から10分ほど下げたら、もうお供えしたら下げてもらって結構ですから、いいですか。できればこの2時間、午後の17時30分から19時15分までの2時間弱の間だけはこの金の卵を買ってきて、家の神棚、神さんですよ、龍神様って特に喜ぶね、龍神様にお供えして、どうぞ金の卵、今日大観の卵、金の卵でございます、召し上がってくださいって言ってから5分ほどしたら備えて、それを湯だくなり料理に使って召し上がる、口の中に入る、これが一番の今年の金を上げる方法でございますので、ぜひよかったら覚えておいてください。それからここも大事です、新しい分野のこと言います。2月の3日、節分です。皆さん節分舐めたらダメですよ、豆まきやってください家で、いいですか。長男さん、子供さんがおらっしゃるんだったら長男に鬼の役してもらう、いいですか。思いっきりね、豆まき、うち、鬼は外、縁は福は内ですね、家やってください。家の奥から豆をまいていき、そして玄関先で大いにまく、最後巻き終わったら必ずドアをドンドンドン3回鳴らす、これで絶対鬼払います。鬼払えないと2月4日が来ない。今年の2月4日とても大切です、これ見てください。あ、ごめんなさい、2月の3日特に節分をしていただきたい方たちがいます。ここ書いてます、鳥年、寝年、辰年の方、この中で鳥年、寝年、辰年の方は特に2月の3日節分しっかりと家で供養していただければなと思いますので、厄を落としてください、よろしいでしょうか。そしてこの2月の4日ですね、本当の運気の始まりがこの2月の4日です。まあ、私たちは今年ね、新春というので1月8日やってますけれども、本当の神様仏様の運気、私たちの運勢が始まるのは2月4日の立春からです。いいですか、2月4日の立春からです。その立春の日時ですね、皆さんよかったらですね、先に大切なことは、今年の2月の4日っていうのは本当に物事が新しく変わりましょうねっていうスタートの日だと思ってください。いいですか、マヤ暦ですね、私たちは太陽暦で、お太陽の力の、浮き沈みで一日を過ごしてますが、太陰、お月様のエネルギーで動く、月は必ずないと生まれません、生命が。女の方たちもおぎゃーと生まれてくるですね、産経方法であったりとか、とつきとか子供さんをやごるにはお月様がないと子供は生まれてこないと言われてますね。ですからそのお次様の引力を使って私たちは行事の生活をしている中で、それは分かりにくいからということで太陽暦になった、太陽の浮き沈みを見て1日2日3日4日というふうに考えた。ですからその分を行事してお次様の方に基準を上げて1年のスタートがしますよというのはこの2月4日と言われてます。今年ものすごくいろんなことが始まると思います。ですか、だからこそ法話にしていきますけども、この間の間、1月の6日から2月の3日までにどれだけ皆様が努力をするかです。だから大黒様の日もできることを探せって言ったわけですね。いいですか、だから2月の4日大切にするためにも、2月の3日の節分の日はしっかりと豆まきをして、そして2月の4日景気よく過ごしてください、景気よくしてください。その時にですね、鬼門止め封じぜひ覚えておいてください。もう3年以上やりましたということはしてもらわなくて結構ですが、この話初めて聞きましたという方、家が鬼門のところに台所が来てます、奥さんいつも苦労してるはず、鬼門のところに玄関が来てます、裏鬼門のところに玄関が来てますけど、だいたいご主人しんどい思いしてる、ね、そういったジンクスがございますね。そういったジンクスを帳消しにするためには、立春立夏立秋立冬、年に4回やるこの季節の変わり目の時に必ず北東と南西の位置に五穀米をまきます。
そうすると隣からやってくる鬼が入ってきて、さあこの善住寺の鬼が入ってきて、善住寺の悪いもの食べたのか、いやいいもの食べたのかなと鬼が入ってくるときに、その鬼門と裏鬼門のところに五穀米があったら、お食べるもんあるやんってことで、それを食べて、じゃあ次行こうってことで忘れていってくれません、ね、家のこと。そういうふうにして鬼門封じができますね。これ3年間続けると本当に鬼門の悪い鬼門 の力がなくなりますよって言われてますので、初めて聞いた方ぜひスタートしてください。2月4日からよろしいですか。今度愛する日は2月の8日でございますので、この話をしてますのでぜひ覚えておいてください。それと今年初馬ですね。ごめんなさい、ここちょっと分かりにくいですけども、2月の5日初馬です。初馬とはどういうことですか。お稲荷様の日でございますね。伏見稲荷さんいますとずーっと行列ができてますね。最近コロナのことでちょっと風が人が少なくなったんやと宮司さんおっしゃってましたが、最近は復活してずわーっと2月初馬ですね時、今年も朝から並んで行かれる方もいらっしゃると思いますが、この初馬の日ですね、ぜひぜひ太陽の神様、太陽の光にご自身の財布光当ててください。30分弱で結構です。30分ほどで結構ですから、お財布庭先に置いてですね、太陽の光を当てておく。特にこの初馬の日にそういったことをしているのとっても大事ですので覚えておいてください。そして大事なこと言います。もしよければですね、氏神様、2月の5日2月の1日に氏神様に挨拶に行くよりも本当は2月の4日に行った方がいいと思います。私はしかしもっと強情で活躍するんやったら、時間があるんやったら2月の5日にも氏神様に行って、よければ杉の葉を手に入れてほしい。杉の葉ですよ。杉の葉ともう一つ分かりにくい、なんか間違ってる方、よしこれやったんですよねって皆さんよく見せられるけど、全然ちゃうの持って帰って来られる方いらっしゃいます。で、あんまり大きい声で言うとあれですけど、2月の、5日の時やったら、この辺でしたら兵庫県の南部でしたら岩神社さん29号線のあそこに行きますと、綺麗な青々した杉の葉が落ちておりますね。絶対折ったらダメですよ、ボキッといいですか。落ちてる青々としてるもので、たまに拾ってきましたって、抹茶っちゃなやつ拾ってます。枯れてますからね、そんな財布入れると腐ってもらう財布いいですか。違いますよ。青々とした杉を小指先のほど、小指ほどの長さの分だけ財布に入れておきますと、杉の力ってどういうことですかってね、昔の粋ですよね。酒屋さんなんかはですね、傷んだお酒とか腐ってしまったお酒に杉の葉っぱをごそっと入れておくと、お酒復活します。腐っているものがどんどん蘇ってきますね。そういった力をあやかるために、伏見さんは必ず2月の5日立志教授を言いますと、杉、知る、何印の杉というものが出てますね、お守りで。最近ね、あれ初詣の時に出てたのに、最近正月から出してるので、初詣の時に行ったらもう売り切れましたって言うんですね。イエーって言うと、ほんまですかってことでがっかりすることもあるんです。今年はあるのかどうかちょっと分かりませんが、皆さん伏見さんに何を取りに行くんですか。ご利益じゃなくて、その杉を取りに行くんですね、初詣のために。でその杉を金庫であったり通帳であったりとかお財布に入れてみますと、どんどん蘇ってくる、蘇ってくる。そういった杉のエネルギーがございますので、ぜひそれをやってみてください。しかしそれが伏見さんに行けないとかね、お稲荷さんに手を足に行けないんだって言ったら、お家の近くの氏神さんで杉の葉が生えてるなと思ったら、その青々したやつを小指ほどの長さで結構ですから、もらってきていただきまして、しっかりとお家のお財布に入れておいていただければと思いますので、献上ください。よろしいですか。それが私が皆様にお伝えしたいなというお道場です。まあそんな中でちょっと間が空いてしまいましたが、最後一言聞いてください。お正月からですね、皆さんこれ一つの口へと思って覚えておいていただきます。1月の1日から、初が言ってたら1月の7日、昨日までですね、なかなかそういった時で、いきなり正月からうまくいかない、私みたいに風邪をひいてしまったとか、ね、なんでか知らないけど、正月から家族全員熱が出てしまったとかですね、そういった正月早々トラブルがあったんです、ちょっとした事故があったんですかね、もうなんで正月早々具合悪いわという方たち、そんな方たちの朗報です。なぜそんなことが起こったのか、いいですか、なぜそんなことが起こったのか、ぜひ覚えてください。特に1月の中にですね、なんでこんなことが幸先スタート、ごっつい具合悪いやんかっていう方なんかは、ぜひこれを覚えてください。一言です。はい。昨年の感謝の取りこぼしって言われてますね。いいですか？私で言うと、3日から熱が出てしまったなんですが、そう、去年、全然自分の体に対しての感謝が足りてないんですね。いいですか？家で車で事故した、夫婦で喧嘩した。で親子で喧嘩してしまった、なんで私息子とすごい喧嘩してもたら、なんで主人とこっちで喧嘩してもたら、そう、主人への感謝が足りてない。要は1月の1日から7日までの1週間までの間に、本当ならば淡々と過ごして何もないこと、平平凡凡が一番いいのに、なぜか知らないけど煩わしいことが起こったよっていう方は、実は去年あなたはそのこと、そのもの非常の関係に対して全然感謝が足りてない、取りこぼしてるよっていう知らせだそうです。よろしいですか。ですから車がめげてしまった、それはいつも乗らせてくれてありがとうねっていう感謝が足りない。
ね、なぜ体病気してしまったの、なぜこういうふうな風邪ひいてしまったの、そう1年間体使って確かに全く感謝がなかった、人のことばっかり拝んでその拝ましてもらっている体を自分で使わせてもらったのに、いつも健康でいらっしゃいましてありがとうございます、全然去年言ってなかったですよ私ね。そうしますと案の定声がかかれてますね。そういうふうにして皆様の中で今お正月早々からましては1月何かトラブルがあってしまってうまくいかないんだなって時は必ず、あ、去年の感謝の取りこぼしなんだなということで、しっかりと2月の4日立春までの間にいつもありがとうございます、お父ちゃんありがとう、いつも頑張ってくれて子供たちをいつも私たちの言うことを聞いてくれて一生懸命子供してくれてありがとう、お母ちゃんいつも弁当を作ってくれてありがとう、そういった気持ちを感謝の中にかける、それが私は本当のお行じゃないかなと思っています。私たちが皆様に本当の感謝の気持ちで接し、そして本当の感謝の気持ちで物事を作っていくんであれば、必ず私たちに怖いものはなくなるんです。なぜなら波長が合うからです。そうでしょ、笑顔に当たるこぼしはないんですよ。いいですか、ありがとうという人に対してなんじゃお前という文句は出ないんです。私たちがいつもなぜ外のものから困らされてるか、それは私たちが感謝が少ないからです。だからこそ生きとし生けるもの、すべてのものにいつもありがとうございますというお言葉をたった獣神様に一日一度唱えるだけで、私たちには災いというものが消えていくんですね。それが神の力、獣神様の力だと私は思います。ぜひ皆さん日頃からの感謝、あなたたちが感謝というもののスペシャリストになった時、絶対日本は変わると思います。ぜひ日本を変えていきまして、今年も1年間大きな大きな力を持って信仰心精進し、そして全獣神これから先も一生懸命精進しています。ぜひこの全獣神ついてきてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。